アニサキスっていう寄生虫がね、裏おろしといってね、骨を上にしたまま。泉橋さんと協業で今お酒を作らせていただいているんですが、こちらの予約が本日から開始ということで、ぜひ皆さんご購入いただけたら、嬉しいです。ご報告でした。今日はこちらですね、サバのわら焼きということで、まあ、これね、たまにお店なんかでも出したりするサバの、わら焼きの作り方を紹介しようかと思います。サバっていうのは、まあ、主にね、日本で食卓に並ぶサバは3種類ありまして、マサバ、ゴマサバ、ノルウェーサバと、まあ、この3種類がね、食卓に並ぶことが多いかとは思うんですが、今日さばくサバは、マサバですね。このサバはね、まあ、秋から冬にかけて身にね、油が乗るサバですので、まあ、ちょうどね、今の時期から、旬を迎えるお魚ですんで、まあ、マサバのね、わら焼きの作り方を紹介しようかと思いますと頭を落としたんですけれど、普段ね、魚の頭を落とす際はこのね、ヒレのラインでカマ骨だとかをね、一緒にこう落とす場合が多いと思うんですけれど、サバの場合はね、身が非常に柔らかくて身割れしやすいので、カマ骨を身に残したままさばいていきますと、まあ、こうすることでね、骨が残っている分身の支えが増えるので、さばいている際にこのね、身が割れることが少なくなりますよと。頭を落としましたら、このね、へそからお腹を裂いて内臓をかき出しますと、内臓をかき出しましたら、中骨のあたりに血合いがありますんで、この中骨の血合いに傷をつけて、ここで一度サバを水洗いしますと。血合いをね、本当ならこうお腹を開いて映像に収めたいんですけれど、無理にね、こうお腹を開いたりするとサバっていうのは身が柔らかくて身が割れてしまうので、無理にね、こう身を開いてこう中をね、覗いたりせずに、まあ、なるべくね、この水揚げした状態の形から動かさないように丁寧に丁寧に扱ってくださいと。そしたら、ここで一旦サバを水洗いしますと。まあ、水洗いする際はね、この血合いはこういったね、歯ブラシなんかで、軽くね、こすりますと血合いがきれいに落とせますんで、まあ、よかったらね、一本魚用に歯ブラシなんか用意しておくといいかと思いますと。内臓きれいに洗いましたら、軽くね、水気を拭き取りまして、3枚におろしていきますと。サバをおろす際はね、こちらの下の身に関しては、一般的な3枚おろしですね。頭を右に向けて、まずはお腹から包丁を入れますと。身を反転させまして、今度は背中から包丁を入れていきますと。どの魚も共通なんですけれど、サバみたいなね、身割れしやすい魚に関してはなるべくね、この包丁を入れる回数を少なく、まあ、2回か3回でね、しっかりと中骨のラインまでこの包丁の切っ先がね、届くように包丁を入れると身割れの可能性が低くなります。ちょっとずつちょっとずつ何回も包丁入れるとどうしても、身が割れてしまうので、なるべく少ない回数で包丁入れるようにしてくださいと。中骨まで包丁が入りましたら、今度ね、一度尻尾の方向に向けてこういった形で包丁を入れまして、そこからこのね、最後あばら骨を断ち切ると。まあ、まずはね、この下の身を下ろすことができますよと。で、続いてこっちのね、上の身を下ろしていくんですけれど、まあ、一般的なね、三枚下ろしっていうのは、またね、頭を右に向けて背中から包丁を入れて身を反転させてお腹から入れてこう下ろしていくんですけれど、サバみたいなね、身が割れやすい魚の場合は裏下ろしといってね、骨を上にしたまま、3枚に下ろしていきますと。骨を上に向けて、頭は今度左に向けて下ろしていくんですが、まずはこれね、
背骨のラインに1本薄く包丁を入れます。包丁が入りましたら、ここからこのね中骨のラインまで包丁を入れていきます。まあこの際にね左手でしっかりとこの中骨を下に押さえて、で包丁はちょっとね上に力を入れながら切り進めていきます。そうでね、まあこれねこの骨を1枚隔てて包丁とね手がこう重なり合う形なので若干ね怖いは怖いんですが、そこはねしっかり力を加減して切り進めれば、まあ、そんなね怪我をするようなことはないと思うので、よかったら挑戦してみてくださいと。でまあこれね左手の押さえが甘いとどうしてもね身が綺麗に下ろせないので、左手はしっかり押さえるということを多少ね意識して切り進めてくださいと。このねラインまで包丁が入りましたら、今度身をねこちらに戻して骨を下にして、お腹側に包丁を入れていきます。お腹側もねこの中骨のラインまで包丁が入りましたら、あとは一緒ですね。まずは、尻尾側に包丁を抜いて、そこから、あばら骨を切り離すと。最後このね尻尾のつなぎ目をこうね包丁で外しましたら3枚おろしの完成ですと。このまま身を使ってもいいんですけれど、どうしてもねこのサバの尻尾に近い部分というのはね脂も乗っていないですし、筋も強いので、まあ、お店なんかで使う場合はね、切り落としてまかないに回してしまいますと。ここから、まあ、人によってはねあばら骨を外して骨を抜くっていう方もいると思うんですけれど、今回はサバを一度、醤油に漬け込んでから藁でいぶしますんで、この状態で、一度ね醤油に漬け込みます。漬け地に関しては、まあ、醤油とねみりんをベースに適度に酒で薄めた漬け地を僕は使っておりますと。醤油に、みりんに酒1ぐらいの割合が、まあ、なんとなく僕はちょうどいいかなと思っているので、地に漬け込みまして、では上からねこういった形でペーパーを落として、このまま1時間程度冷蔵庫でサバを醤油に漬け込んでいきますと。地につけまして1時間ほど経ちましたら、ここでね一度サバの身をザルにあげますと。まあ身の周りについたこの水気をさっと拭き取りまして、ここから調理していくんですが、まあ、そのままね調理してしまう方もいるかとは思うんですが、サバっていうのはねアニサキスっていう寄生虫がね結構身に入っておりまして、このね寄生虫を食べてしまうと胃に激痛が走るんですよ。まあまあね食中毒の多い魚ですんで、お店で使ったりする場合なんかは、ここでね一度身を冷凍にかけて、それから調理していきますと。このサバの身をラップにくるみまして冷凍庫で保存しますと。使う際は冷凍庫から取り出して解凍してから調理すると。冷凍して解凍したサバなんですが、まあ一度ね冷凍しますとアニサキスの心配はなくなりますので、ここからねサバをいぶしていきますと。まあ、サバをねいぶす前にまずはこのねかま骨だとかこのあばら骨を外してから、サバをいぶすと、いった形ですね。まあ、なのでまずこのね腹びれと、かま骨を包丁で落としまして、続いてこのねあばら骨を、かいていくと。この作業は基本的にはね醤油に漬け込んだ後にしていただきたくてですね、その理由はサバっていうのは、非常に身が割れやすいからと。醤油に漬けることで身の水分が抜けてサバの身が
閉まりますんで、そうするとこのね身割れの心配がほぼほぼなくなりますので、サバの身を扱う時には水分を抜いて身を締めてから骨を抜くと。締めた後だと骨を抜いても全然ね身が崩れることなく綺麗な状態で料理することができるので、まあ、ぜひねこれは参考にしていただけたらなと思いますかね。このね血合い骨を抜きましたら、ここからサバをいぶしていきますと。でまあいぶす際はねこんな感じで、適当な大きさにサバを切り分けまして、皮目にね適当に包丁を入れまして、それからこのねサバの身に串を打つと。このまあ串を打つ際にねこのお腹のへり、この身の薄い部分を、まあ、こんな感じでね軽く丸め込んで、それから串を打つと、まあ、なんとなくね僕は形が綺麗にまとまるかなと思っていますんで、まあ、僕の場合はこの腹っぺりはね丸め込んで串を打つようにしております。まあこんな感じでね串を打ちましたら、続いてサバをいぶしていきますと。で、サバをいぶす際はね、こんな感じで、まあ、一斗缶か何かにね藁を入れまして、先ほどのねサバをこういった形で、藁の上にセットしまして、あとは、この藁に火をつけるだけと。藁に火をつけるとすごい量の煙が出るので、この作業はね室内ではやらない方がいいかと思います。まあ、お店でやる場合はね結構大きい換気扇がついているので室内でもできるんですけれど、多分ね家庭用の換気扇だと煙を吸い切らないので、まあ、このね煙だけは注意するようにしてくださいと。まあ今換気扇つけたんでちょっと換気扇がうるさいかと思うんですけれど、ここから藁に火をつけていきます。でこんな感じでねメラメラと炎が上がってきましたら、ここで一度ボールか何かをかぶせて煙がねこのボールの中に充満して藁の香りがサバにつくようにいぶしていくと。まあ当然ボールで蓋をするとこの中のね酸素が少なくて火が消えて煙が止まってしまいますんで、まあそういった場合はね、まあ、こんな感じでもう一度藁に火をつけて、まあしっかりとねこんな感じでもくもくと煙が出るように調整すると。まあこれね十分に藁が燃えてしっかりとこの煙がねサバにまとわりつきましたら、あとは切り分けるだけと。まあこんな感じでねちょっと表面が茶色くね、煙のこのいぶされた感じが出てきたら十分に藁の香りがついていると思いますんで、色味を目安にいぶしてくださいと。でこれあんまりね長い時間いぶすと身にね火が入りすぎてしまうんで、まあその辺のね加減はやりつつ覚えてくださいと。まあこれねあとはもう串を外しまして切り分けて盛り付けるだけと。まあ切り方はねどう切ってもいいかとは思うんですが、僕のおすすめはね結構大きめのコロッとした感じ、あんまりね薄く切らずにしっかりとね食感の残るような大きさに、まあ僕はねこんな感じで多少大きめに切ってしまいますかね。これね薬味はねわさびでも生姜でも合うかとは思うんですが、今回はこれね、山わさび。山わさびっていうのは、ホースラディッシュですね。よくあのローストビーフに添えられているホースラディッシュが、まあ、国産だとね山わさびと
ていう名前で流通していると。ホースラディッシュっていうとどうしても海外のものな気がしてしまうんですけれど、山わさびっていうのはね、実は北海道でも結構取れるっていうね、薬味として添えても美味しいのかなと思いますんで、まあ、今回は、こんな感じでね、サバのわら焼きにちょっとね山わさびを添えて食べてみようかなと、いった形ですかね。柑橘類なんかも相性が良いので、すだちね器の端に乗せても良いのかなと、まあ、この辺は好みでお好きな味で、お召し上がりくださいと。はい、ということで、本日は、サバのわら焼きの作り方ご紹介いたしましたと。まあサバはね秋から冬にかけてとても美味しくなる魚ですんで、まあしめサバだけじゃなくてね、たまにはちょっと違った食べ方をしてみても良いのかなと思いますんで、機会があったらぜひお試しください。以上です。